発信不言と不言仏ものやぶゆむ発信不言は、チベット仏教、ニンマ派で、本書仏にとして信仰される御言格である。不言菩薩と同じく不言と称される。ただし、発信不言は、通常の不言菩薩とは異なり、菩薩というよりも、如来の部類とすべき存在である。何も身につけない青色をした裸の姿で表される。発信不言は、如来の姿をとり、 送信と単身の二章があるが、送信は、結果不座の姿で、奇才である、不言仏母とヤブユムの姿で歓喜、四している。中国語圏では、不言王如来とも呼ばれる。俗チェン神部の最重要テクストであるコタントラ、クンチェギエルポでは、発信の不言と同義の存在である、クンチェギエルポが登場し、法人の今後を去ったと同義である、サットババジュラとの問答形式で、 あらゆるものは、不言の境地の権限であると説かれる。発信不言は、本名が同じであるために、チベットでは、八大菩薩の不言菩薩と同じ名前の、クントゥ散法と呼ばれるので誤解されやすいが、日教では、不言菩薩ではなく正式名を、発信不言混合主、混合主菩薩が、不言の行願を成就し、成仏して、第二次如来となった姿を指している。 発信物としての大日如来は、大日系後に所出して、理修行六等にも説かれるが、中期密教の大日如来が発信でありながらも、こっちの法官を被った法人の菩薩型であるのに、対して、後期密教では、大幻化モータントラ等を転居として、発信の如来系である、大日如来の姿をとるという違いがある。中期密教において、 大日如来が密教の教師として編成され、後期密教では、大日如来は五仏の中心的存在ではあるが、さらに、それを超える根源的な存在となる発信の本諸仏として、この発信不言が逮捕されたのである。本諸仏とは、一切の仏が存在する前の最初の仏であり、すべての仏の父母とみなされる。つまり、本所仏は、仏の悟りそのものであって、 具体的な行走を取らないが、方便として、上記のような姿で単価などに描写される。チベット仏教では、発信不言が、発信の混合を去った、発信の持ち混合物とともに、本書仏として損するされる。これらの三尊のうち、どれを特に損するかは、チベット仏教の宗派によって異なる。発心不原は人馬派で、持ち混合物はゲルク派で、混合を去ったはカギュ派で、 本書仏として尊崇される。心恩、阿うありがとうございます。